アレンタウンはアメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名はペンシルベニア州アレンタウンにちなむ。アレンタウンは海人委任契約の元1943年3月23日にウィスコンシン州ミルウォーキーのフローミングブラザーズ社で寄港した。1943年4月15日までは PG-178 と呼ばれた。 1943年7月3日に、ジョイスイ・ベアリーによって、命名、浸水。1944年3月24日に、ルイジアナ州ニューオーリンズで、艦長ガーランド W ・コリンズ沿岸警備隊中佐の指揮下収益した。アレンタウンは4月3日に、ニューオーリンズを出港し、成長訓練のためバミューダに向かった。およそ1ヶ月間の訓練の後、アレンタウンは、 ノルウェーの商船ノルデンの護衛としてニューヨークに向かう。5月13日にニューヨークに到着し、成長後の修理及び改修が行われた。6月末に船団の護衛としてニューヨークを出港する。6月28日にバージニア州ノーフォークに到着し、ノーフォーク海軍造船所で追加の修理が行われた。8月半ばに修理が完了すると出港し、 16日にニューヨークに到着した。その後第33護衛部隊の一部として太平洋向けの戦団護衛任務に就く。アレンタウンはパナマ運河、がソシエテ諸島のボラボラ島経由で9月末にニューギニアの北部海岸に到着した。オランダ領東インド諸島で偵察及び護衛任務を開始し、10月末にモルッカ諸島のモロタイ島占領任務に短期間従事。 した。11月半ばには、ホーランディアとレーテ島の間で、フィリピン占領部隊を運ぶ船団の護衛に従事する。フィリピンの島々におけるこれらの任務は1945年3月前半まで行われた。3月9日に、アレンタウンは、ウルシー干渉から帰国する第1弾の船団護衛任務に加わった。アレンタウンは4月7日にピュージェット、 サウンド海軍造船所に到着した。オーバーホールを終えるとアレンタウンは6月7日にピュージェットサウンドを出港し、アラスカ州に向かう。6月15日にコールドベイに到着し、その後約1ヶ月間を訓練演習に費やした。アレンタウンは1945年7月12日にコールドベイで退役し、翌日レンドリースポーに基づき、 ソ連海軍に対与された。ソ連では護衛艦を意味する EK の略号が付与され EK-9 と命名された。1945年7月23日には警備艦として太平洋艦隊に配備された。EK-9 は8月12日に行われた勇気、上陸作戦とその後に気圧上陸作戦に参加した。 1949年10月15日まで、ソ連海軍で運用された後、横須賀でアメリカ海軍に返還された。横須賀での保管された後、1953年3月30日、日米船舶対応協定に基づき、第3回対応艦として警備隊に対応され、梅として収益した。同年4月1日に新編された第一戦隊軍に、司令警備船として編入。 1954年4月10日、第3戦隊軍が新編され、司令警備戦として編入。同年7月1日、海上自衛隊が発足し、自衛艦隊が新編。第3戦隊軍は第1警戒隊軍に解消され、梅は同軍機関となる。1957年5月10日、第1警戒隊軍の廃止及び練習隊軍の新編により、 機関として編入。同年9月1日、艦籍番号が PF-289 に変更された。1961年12月1日にアメリカ海軍から除籍1962年8月28日に太陽から供与へと変更された。その後、1965年3月31日に補完船に区分変更され、 1970年3月31日に除籍。1971年7月12日にアメリカ海軍に返還された。アレンタウンは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。